こんにちは、かおりです。今回もちょっとねマイク音にね気をつけていきたいと思いますね。なんかね響いちゃってますね、時々ドーンみたいな感じね。ちょっと気をつけます。はい、ちょっとね気になっていろいろね拾ってたニュースがあるのですがね、まずねちょっととりあえず良かったかなっていうのがね、長崎県の対馬市長選の結果が出ました。で、このね、選挙の争点はね、この過去のゴミのね、処分場誘致に賛成の人と反対の人の一騎打ちだったんだよね。で、とりあえずね、これに反対の現職の市長が当選したから、まあ良かったのかなっていう気はするのですが、ただこの人ね、これなんだよね、自民公明推薦の人が、参戦が確実となったというね、はい、報告でした。ついね、これね、下村博文くんがね、なんか今頃になってね、なんか青蓮心出てもいいよみたいにね言い出したんだよね。でもさ、青蓮心ってあるの？これからほら参院の青蓮心があるって話はあるけれど、予算も成立してこの下村くんって衆院議員でしょ？でね、出席して説明する用意がある、かっこ、政倫審があれば、みたいな言い方をしてるんだよね。でね、これね、多分ね、なぜね、下村くんが今ね、政倫審出てもいいよって言い出したかと言ったら、あれを要求されてんだよ、参考人招致ね。森君と一緒に下村君を参考人招致したいっていう話が出てきちゃったので、じゃあそれだったら青蓮心の方が緩そうだからね、そっちに出ちゃおうっていうね、そういう趣旨なのかなっていうね、ほら、開催されるのであればとか言ってんだよね。はい、下村君はナウはね、こんな感じ。この人さ、引退するのかね。去年のね、年末ぐらいにはね、もう引退する意思を固めたのかもみたいに言われてたよね。で、この人はさ、事務総長もやってたんだよね。松野くんのね、前あたりにやってて、ただ、この人がやってた時は、もう時効になっちゃってる間やってたんで、違う。ちょっと入ってた。この人はもう時効になってますと言ってたんだよね。だけど、ギリギリ入ってるんだよね、この人の事務総長時代もね。なので、本来出た方がいいけれど、なんかあんまり名前出てこなかったよね。まあ、5人衆じゃないっていうのがあるのかな。この人から森くんに嫌われちゃったでしょ。で、一連の、安倍派のね、裏金問題を、この人が暴露したんだともね、言われてたよね。なんかその辺の話をぶちまけてくれたら面白いのにね。でね、次はね、このね、泉房穂さんのね、このね、政権交代のね、シナリオがね、これかなり具体的に発言されてますね。次の総選挙で、総理を取るとね。はい。だから衆院議員の、過半数233人を当選させれば、政権交代できるっていうプランがあるでしょ。泉さんの休眠内閣ね。で、その総選挙がね、いつあるかなんだけれどね、4月にはないって岸田君は言ってるんだよね。そしたら6月。まあでも、どんなに伸びても、来年はあるよね。25年は、衆院も参院も選挙があるからね。で、だから準備は間に合うよね。で、泉さんはね、準備ね、1ヶ月もあれば間に合うって言ってるから、来年じゃなくても、今年総選挙があっても、この休眠内閣の、発足っていうのはあり得る話なんだよね。で、国民負担増の政治をストップする。ね、これだけでもさ、ね、嬉しいよね。かなり嬉しいっていうか、もうこれだけやってくれればいいぐらいだね。国民負担減にね、まずしてほしいです。で、それだけでも意味はあるけれど、
まあ、その後のこともね、それ以外のことも泉さんのプランの中にね、シナリオの中にあるということで、それはね、財務省に方針転換を迫るとね、これはね、なかなか難しい、牙城だよね、財務省にね、方針転換迫るのはね。あとは既得権益の抵抗に屈せず、国民を救い切るには一回の勝利では足りないというね、はい、何回かね、これ具体的にね書いてあったな、5回の選挙はね必要だって言ってるんだよね。でそこまでやって日本の夜明けが来るとね、で現在シナリオを泉さん考えてますとね、で総選挙1回で総理が取れる、ね、これは衆院の過半数を取ればって話だよね。でその後はほら法律案を通さなくちゃいけないわけでしょ。でそのためには参議院の多数も必要 で参議院っていうのは3年に1回半分を改選するでしょ。で次回の参院選は25年ね、でその3年後が28年で、まあ、こう全員入れ替わるっていうね、そのシナリオだよね。だからね、まあ、衆参計5回の選挙で、まあ、2028年、だからあと4年後くらいにだいぶね、日本の政治は変わってくる、ね、変えないとねまずいよね、もうこのままだとね。はい、で泉さんのねプランは時々見ていきます。あとはねこれね小沢さんのねこれすごいわかりやすいでね、このヘッポコミクス、ヘッポコミクスじゃなくて、なんかアベノミクスは成功すればこうやって一般国民やってね庶民も潤いますよって話だったじゃん最初。この左のね当初説明だとなんかこれをトリクルダウンとか言ってたんだよね。だから大企業とか富裕層が儲かれば、そのおこぼれっていうか、まあ、この図みたいにね、一番上のワイングラスから溢れ出てきた、お金が中小や零細企業にも回って一般国民にも回ってきますよというヘッポコミクスじゃなくてアベノミクスの当初説明がどうなったかって言えばさ、一番上のグラスが肥大化してるだけじゃんっていうね、これ分かりやすいよね。でさ、私不思議なのがさ、異次元緩和したわけでしょ、金融緩和ずっとしてきて、でこれってつまり市場にお金がジャブジャブ溢れ出たってことでしょ。でなんで国民に回ってこないの不思議なことやってたよね、ヘッポコミクスだね。だからこの上のグラスだけがさ肥大化して、下には回ってこなくて、グラスがひび割れちゃってる、もうなんかね干からびちゃったね。そう、防衛増税とかね、まあでも防衛増税はさまだプランの段階でこれ実施はしてないよね、決まっちゃったってだけだよね。だけど物価高はもうあります。あと物価高なのに給料は上がらないっていうか、実質賃金下がってるっていう状況がもう何年も続いちゃってるっていうね、これ分かりやすいよね。だから株価が上がっていっても全然恩恵ないよね、国民レベルではね。で異次元緩和がもたらしたのは異常な物価高からさ、戦争で物価高になったとか言われてるけれど、それだけじゃないよね。で格差拡大してますね。で産業が衰退しちゃってますね。だから産業はさ、あれだけは下がったじゃん、人件費だけは下がって利益が出たことにしてるけれども、設備投資とかも全然しなくなっちゃったから産業が衰退しちゃってるよね。で実質賃金も下がり続けている。だから国際競争力も落ちちゃってよね、産業が衰退しちゃえばね。で止めるものはますます飛んで、生活が厳しい世帯はますます厳しくっていうのは、これが格差だよね。で政治が間違い、政治が間違っちゃってる結果でしょ。これは竹中平蔵君は君たちの努力不足だとかさ
責任はあの国民に押し付けていますが、これどう考えてもこれ政治が間違っちゃってんだよね。自民党の利権ではなく国民の生活が第一の政治へと変えなければいけないって、あの昔あったよね、国民の生活が第一っていうこの政党ね、名前よかったけどね。でもね、私はね、この国民っていう言葉はね、あえて入れない方がいいような気がする。市民って言葉をね、使った方がいいかな。だから自民党に対して、こう市民党ね、もうその政党が、これが国民の利益を代表しますっていうさ、だからそれでくないって感じするけどね。でね、あとね、あ、なんだっけな、ちょっとね、ちょっと待ってね。さっき拾ってたのね、どこまで行ったっけ。あ、そうだ、今日はね、これね、あの森くんがね人気ですよっていうね、あちこちで森くんが来てねってね言われてんだよね。裁判所からも国会からも、森元首相が大人気ですねという話で、まずこのね五輪汚職の方ね、これ昨日の夜ね共同から出てたニュースでね、ほら高橋くんがさ、あの森くんを呼んでくださいってあの裁判で言ってたんだよね。で、まあその件がねもう一回、出てるね。どういうことだったかっていうのはね、東京五輪の汚職事件で大会協賛者などから賄賂を受け取った、これなんだ、紳士服のさ青木とかさ、あと産業じゃなくて、あの なんだっけ、あのキャラクター作ってるみたいな、あのグッズ作ってるみたいな会社とか、あと角川とかね、あのいくつかから、いくつかの会社から、まあ、賄賂もらったでしょってね、高橋くんが疑われて受託収賄罪に問われましたとね。で、高橋くんの立場は大会組織委員会の、まあ、理事っていうのを、これをね、これ電通なんでしょ、高橋くんってね。あの、安倍くんにね、頼み込まれたんだよね。あの、東京オリンピックの誘致がなかなかうまくいかなくて、やっぱりこう、高橋くん、あの、国際的な感覚っていうかさ、外国にはあの、お友達がいっぱいいたりして、こう、誘致とかに慣れてる人ね、こういう人をあの入れないと、あの、誘致できないっていうね。そこはあの安倍晋三君が気づいて、高橋くんお願いだからちょっとやってくれよみたいに頼み込まれて、で高橋くんは最初嫌がってたんだよね。あのそういうの引き受けちゃうと後になってこういうあの問題出てきちゃうっていうのを予測してたから断ったけれども、あの安倍さんが絶対大丈夫って保証したんだよねね、こう裁判沙汰とか絶対、させませんからと言って、高橋くんはあの引き受けたのに案の定こういうことになってしまいました。で安倍くんはもういませんというねでのね、無罪を主張してんだよね。だから高橋くんも全く無罪ってことにはね、主張するのはちょっと 無理があるよね。でこの争点にね、このなっていることが、このマーケティングの職務権限を高橋くんは持っていたでしょうかいないでしょうかってところで、ここを争ってるんでね、一番ね。で、マーケティングの職務権限は高橋くんは自分はないって言ってんのね。その権限がないから、もらったお金はそれは賄賂じゃなくてコンサルタント料として、このね、青木とかから大会協賛者からもらってましたって言ってんだよね。で一方森くんは、いや、そのマーケティング職務権限は高橋くんに渡したよと言ってこう真っ向から食い違っちゃってる。なので、森くんに、じゃあ裁判に出てきて本当のことを言ってほしいとね、証言を要請した。で裁判に出てきて嘘ついたらあの犯罪になっちゃうでしょ。でね、検察側は任意聴取で、これ任意聴取してんだよね、森を何度もね。で、その時の供述を根拠に、
ね、高橋くんがマーケティング担当理事のね、権限がありますとね、判断しちゃったわけ、森の供述をもとにね。だから、それ賄賂をもらったってことになっちゃったわけだよね。このスポンサー集めの際にもらったお金がね。で、組織委に働きかける権限があったと主張しているのは、これ検察側ね。で、高橋君は、いや、これないって言ってんだよ。この権限は任されてないってね。聞いたこともない。見たことも聞いたこともないって言ってんの、この マーケティングの職務権限はね。でも聞いたことぐらいありそうな気がするけどね。この言葉はね、面白いよね。で、だから森君を呼んで、この点明確にすべきだとの考えを示すのはわかるよね。だってこの一点をもってね、このマーケティングの職務権限があるってことを検察側が認定しちゃったから、この犯罪になっちゃったわけでしょ。受託収賄罪に、問われちゃったわけでしょ。でね、受け取った資金は、民間同士の取引の対価って言ってんだよね。だからコンサルタント料として受け取ったから、賄賂じゃないですって高橋君言ってんだよね。賄賂という気持ちもないし、自分はビジネスと考えていて、検察が決めつけちゃったね。検察が森の供述を根拠に、それ賄賂でしょって決めつけて、事件化しちゃったからもう一回森を呼んでくれっていうね。まあ、こういう話ですというね。はい、森君はどうなんだろうね。具合悪くなっちゃうのかね。もうわし年だし、今、介護施設にいるから行けないとかね。涙目になっちゃってたりしてね。でね、森君はね、人気者でね、国会からも 呼ばれちゃってるっていうね、もう大忙しだね。でも都内住んでてさ、すぐ来れるんだよね、タクシーでね。1時間もかからないで来れちゃうからね。森くん呼ばれてますよ。で、国会招致要求ね。岸田、でね、岸田くんはね、森くんを呼ぶ必要ないんじゃないとか言ってたのが、ちょっと考え方変えてきたね。岸田くんは2日の予算委員会の集中審議で、野党がね、参考人招致を求めている、森君と下村君について、とね、疑惑の指摘がある以上、国会などでも説明を続けることが大事と、これは岸田君が言ったんだよね。だから森呼んでもいいんじゃないって。 こう変わったのかね、岸田君の考え方ね。これさ、野党が、ちょっと待ってね。これ岸田君が言ったことだよね。でね、安倍派の座長を務めていた、この塩谷君が、これ政倫審で出てね、なんか余計なことつぶやいちゃったんだよね、これね。この二十数年前から、ね、この裏金作りが始まったのではないかってね、まあ、これ知ってるくせにね、これを言っちゃったんだよね。で、森くんはね、これね、現在の安倍派につながる森派会長を務めていたって、これ清和会のことだと思うんだよね。その呼び方が、森の時は森派って呼んでたんだよね。で、この二十数年前っていうのは、だからつまり森が清和会会長を務めていた。ね、だからこれは森が考えて、この裏金っていうのが始まったんじゃないですかってね、予想されてるわけです。はい。だからこの話は森くんに聞けば一番いいよね。で、政倫審に出席しなかった下村くんね、と、森くんを裏金作りの一番のキーパーソンだと、江田氏は、立憲民主党のね、江田氏は、強調したとね。裏金システムの構築や目的など真相解明に向け、2人を参考人として衆院予算委に招致するよう求めたので、
で下村君はこっちが嫌だからさ生林子に出るって言ってんじゃないかなっていうね、そんな気がするんだけどね。とね、あ今度ねこれね木田君がね、あの4月解散はね全く考えてないとか、まあ、これ本当なのか嘘なのかよくわかんないけど、 とりあえず否定をしたんだよね。で、あの岸田君が4月解散やりそうだよっていう噂があるわけだよね。それはこの辻元氏曰く、補欠選挙に負けたらね、この4月の28日の、補欠選挙はあの3カ所 であるでしょ、あの島根と長崎と東京15区ね。で、ここで負けたら総裁選の再選が危うくなる。ね、9月に総裁選あるでしょ。だから4月に一か八かの裏金解散裏金解散っていうんだ、それを考えているのではないですかと問い立たしたんだよね。これみんな考えてることだよね。でも岸田君はこれを否定した形っていうか否定したんでしょ。これはあの全く考えてないって否定したんだよね。国民にとって大切な予算の成立を図ることね、こっちを頑張りますと言って4月解散を否定した。そうすると今度いつなんだろう、 6月なのかな。でもねこれ私のね予想ね、この国会が6月で終わるでしょ。私ねその時は誰か逮捕者出るような気がするんだよね。だってあの去年からの知見があれだけ張り切って、派閥の事務所にまで家宅捜索に入って、で立件したのが名も知れない大野くんとか池田くんとかさ、ね、今一つの人だけの立件に終わってしまった、まあ、池田くんが逮捕されてよね。で、誤認衆が無傷とかさ、なんかおかしすぎるんだよね。なので、岸田君はどうなんだろうね。検察がさ、今どういう捜査になってるかっていうのは、当然岸田君の耳に入ってくるよね。なんかさ、検察との間で解散時期を調整してんじゃないのかなとかね。なんかそんな気がしないでもないですというね。はい、だから今後のね見どころはね、まあ、森くんが裁判所とかね、国会に姿を現すのかどうかをね、ね高橋くんにとっては死活問題だからね、森くんの証言がね、はい、それをちょっと楽しみに待ってみましょう。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。